今回は指文字ハンドサインですねを使った勉強法ですね。ハンドサインってまあね、あの手話、はい、数年前にハンドサインのあの歌を踊りながら ありましたね。うん。ハレルーかね、パプリカもあったんだけど、パプリカのもうちょっと前にね、僕は君の耳になるだったから、なんか、はい、ちょっとショートのドラマがあって、アタチリカっていう女優さんが主役で、実話を元にしたなんか動画があって、はい、先日久しぶりに見たら、はい、再生数が1000万回突破かなんかで、ちょっとプチブレイクまたしてて、まあ実はあの動画に触発されたのもあるんだけど指文字でね、アルファベットを覚えっていうか、要はあの英単語をどうやって覚えるかっていうのが発端だったんだよね。いろんなやり方があるんだけど、やっぱり体を使って覚えるのが一番忘れにくい。人間の脳っていうのは、うん、あの大脳と小脳とあるじゃない。小脳っていうのは動きを覚える脳なんだよね。大脳と違うのは覚え方なのね。大脳っていうのはすごいネットワークのように網蜘蛛の巣のように覚えていくんで、忘れるんだよね。間違えるんだけど、うんうん、小脳は一つの動きにこう特化していくんで、忘れないのよ。ただし動きに限ってね。ていうか、小脳は動きしか覚えないんで、自転車に乗るとか、水泳とかね。で、一度マスターすると、10年ブランクがあっても自転車乗れちゃうんだよね。一度マスターすると、死ぬまで忘れないものなの。体験があるのが、スマホのパスワードのね。指が覚えてない？ああ、そうですね、うんうん。僕なんかたまに、あの、パスワード忘れると指、こう指でやってみて逆に思い出すっていうね。そういう意味では、銀行暗証番号を、やっぱり指で覚えてるんだなっていうのを体感したことがあって、あのパスワードの位置を、なんていうか、点キーの位置をこう判定させるボタンがあるんですね。それで一度やってみたら、たどり着かなかったです。私の暗証番号に。暗証番号を変える羽目になったことがあります。もう指は自動的に押してますね。そう。意識せずにね、はい。そうです。短い動きに限るんだけど、だから短い動きを連続的にいっぱい覚えるのが小脳なのよ。なるほど。で、それはそのパスワードでわかるように、はい、ある程度長さまではそれでも大丈夫なのね。はい。英単語程度だと全然余裕なのね。昔の映画を見てると、アメリカの映画とかって、はい、あの、秘書の人がタイプライターをすごい勢いで叩きながらさ、はい、秘書の人と一緒に喋ってたりするわけよね。はい、そうですね。はい。あれはだから、実は小脳がキーボード打ってくれるんで、大脳が暇になるのね。あ、そうですね。はい。だから、うん、これは音読と似たような効果なんだけど、そうですね。はい。あの、結果的に他のことを考えようが、典型的な自転車乗りながら、はい、自転車こぐことに集中してる人はいないのよ。そうですね。はい。他のこと考えながら自転車乗ってるのね。そうですね。はい。だから、基本的には細かな動きの指示は大脳から出てるはずなんだけど、とはいえその間があるから、その間は大脳は他のことを考える余裕があるわけよね。だからこれ料理でも言えて、あの、ネギを刻み、みじん切りにするとかね。そういうのって、始まりと終わりは、脳が意識しないと無理なんだけど、はい、途中は他のこと考えてても大丈夫なわけよ。そう。他のこと考えてるっていうのは実は次の段取りを考えてるわけね。実はそうやって複数のことを同時にやってるのよ。はい、確かに私は、スライサーでキャベツをスライスするときは、最初はちゃんと見るんですけど、途中から暇になるって、テレビを見ながらやってます。だから、人間がマルチタスクができるポイントは、大脳と小脳による分業なのよ。スライスしているときっていうのは退屈だなってすごく感じるから、あの、何か耳からでも情報を入れたいし、メモ見たいしって、こう、いろいろ考えますね。うん。さっきのパスワードのようにね、で、しかも小脳っていうのは一度覚えると、ずっとその動きをすることができるっていうね。なるほど。そうですね。単純な動きは、ずっとできますよね。うん、はい、だから、アルファベットとかも、アルファベットというよりも単語ね。はい。英単語とかも、この手話で覚えると、基本死ぬまで忘れないんじゃないかというふうに考えたわけね。手話って簡単ではないんで、中学生になってから始める、あの、この指文字を、単語を覚えるとかってはなかなかちょっとハードルが高い。うん。でも逆に幼稚園児っていうか未就学児なんかは、手遊びの一環としてできるんじゃないかな。幼い時からやると、結構効果が絶大なんじゃないかな。実際これは、そういう企画を作って、あるお母さんに相談したら、それはちゃんと調べないと、こんなネットの情報だけじゃよくわからないからって言って、わざわざ、それ教会まで行って、指導してもらって、で、動画もだから実は作ってあるんだけど、その動画は別途紹介するけど、手話をね、はい、ちゃんと、まあ、ある意味再現してきたんだけど、はい、ちょっとね、微妙なのがね、はいはい、手話って数字もあるのよ。で、この英語の手話も、はい、実はアメリカと日本では違うのね。そうなんですね。英語の手話に関して言うと、アメリカは片手でやってんだけど、日本語は、はい、日本っていう日本バージョンは両手でやってんのよ。はい、で、両手でやると、はい、ちょっと使い物にならないわけだよね。はい。ちょっと大ごとなんで、片手でできる。で、左、英語バージョンをマスターってか、採用したんだけど、はい。当然、指導にお母さんがいたときに、なんで英語なのみたいなね。あ、なるほど。そうですよね。日本語の手話のところに行かれたってこと、手話っていうか、ろうあの人のところに、ね、習いに行ったんですよ。で、教えたことがないからって言って、結構大ごとだったのよ。はい。とはいえ、やっぱ、はい、映像だけ、映像っていうか、インターネットで調べただけでわからない細かなね、はい、ところが分かったりして、はいはい、そうなんですね。うん。それをもとにいろんな動画を作ったんだけど、はい。まあ、その動画を紹介するための、ハンドサインの説明なのね、今回はね。はい。はい。で、英単語もいいんだけど、はい。とっかかりとしてはその前に、掛け算工夫をやろうかなと思ったわけ。はい。そうですね。小学生ならみんな覚えなきゃいけない。うん、そうそうそう。それがだから、はい、極端に言えば3歳児でもできるよみたいな。あ、なるほど。3歳児からの掛け算工夫じゃないけどさ。はい。はい。はい。そういうのをやりたいと思って。はい、なるほど。で、これが掛け算符の一覧表なのね。はい。わかる？はい。C1 が CD。C1 が C。指はなんとなくわかります。C1 が C。はい。うん、C2 が、8が難しいですね。8はね、ちょっと拡大します。8は、小指だけ畳んで。親指が5なのよ。あ、5。
そろばんの上の玉で。そうそう。はいはいはい。だから、5人3本で9、あ、8なのよ。ああ、でも小指もうダメです。年ですか。いや、だから、完璧な指を目指すんではなくて。あ、そういうことなんですね。結局、ここがね、はい、実は、はい、手話を並べてちょっと違ったところで、はい、確かにこれ難しいのよね。難しいですね。はい。で、手話のその、お母さんが習いに行った時は、はい、完璧にできないといけないって怒られちゃったんだよね。ああ、そうですね。はい。うん、だけど、はい。僕たちが目的としてるのは、はい、人に伝える手話じゃないのよ。自分用に、句を覚えられるような手話っていうことですね。そうそう。だから、はい、自分さえ分かればいいのよ。だから、その、うん、一応、はい、手話に準拠して作るんだけど、はい、指がうまく動かなければ、はい、動くレベルでいいし、そうですね。はい。うん。多少違ってても、それを人に見せるのが目的じゃないから、はい、その動きで覚えることによって、小脳で覚えるっていうことで、はい、小脳で覚えることは、反映を覚えられるよっていう、そうですね。この流れを作りたいわけね。そうですね。だから、言葉遊びじゃなくて、返上上で、そうですね。だから、幼稚園児なんかは非常にいいんじゃないかなと思ってて。本当ですね。はい。で、そうやって覚えると、で、書けなくて、結構、はいはいはい、暗記じゃん。そうですね。暗記ですね。うん。で、大体、今の子って滑舌が悪いから、はい。4の段と7の段がごっちゃになるのよね。そうですね。そういうことって日常起こるわけよ。これは正直、私もたまに。これはもう大脳記憶の限界なわけ、はい。そうですね。だから、むしろ指文字っていうか、小脳型記憶を合体することによって、はい、確かにそうですね。ミスを防ごうっていうのが今回の大きな目的なのよ。滑舌が悪い子って、はい、滑舌が悪くて言い間違えて間違えるというね。そうですね。結構情けないことが起こるのね。そうですね。口で出すというよりも、実際は本当は数字でね、紙に残すことが大事だけど、口に出したことで数字が間違ってしまうというのは、すごく残念なことですよね。うん。それを、だから指文字を使って、はい。カバーしよう。なるほど。特にまあ、その滑舌が苦手な部分だったり、段が大きくなると、また覚えるの大変ですよね、うん、お子さんね。そうそう。うん。だから、そういうところで、その、指文字を使って、覚えると、結構、はい、遊びの感覚でもあるし。そうですね。うん、はい。ただまあ、すでに小学生になってるとかなり厳しいんで、うん、まあ、未就学児がおすすめという。そうですね。はい、はい、はい、はい。で、それがある程度、レベルがある程度できるようになれば、はい。アルファベットね、元々の目的じゃないけど、うん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 、もう、指文字でいけるんじゃないかなと。うんうん、結局まあ、英単語ってやっぱり一番覚えにくいんでね。はい。それも指文字を使って覚えるといいんじゃないかなと思ってて。なるほど。はい。何せ体を使って覚えるっていうのは、うん、すごい理にかなってるんで。はい。特にやっぱり指先だけでできないとね、ちょっとしんどいからさ。そうですね。体全体使っちゃうとちょっと大変です。テスト中に使えないからさ。そうですね。ちょっとびっくりしちゃいますね、先生が。ちょっと縦何線なんだみたいな。そうですよね。踊り出しちゃったって。そう。これもだから要するに体感型記憶のね、はい、一つなんだけど、はい。せっかくいっぱい作ったんで、はい。うん、興味のある人はちょっとやってほしいな。動画を見ながら、うん。やると。特に、かけざくはね、ま、早いバージョン、遅いバージョン、普通のバージョンって、スピードも3タイプ作ったし。そうなんですね。うんうん。結構、可愛く作ってあるんで、うん、楽しくやっていけると思います。ぜひ、ちょっと、未就学児の。そうね。お子さんには、お母さんと一緒に、お父さんお母さんと一緒にちょっと挑戦して。やってほしいな。やってほしいですね、本当ですね。うん。チャンネル登録、お願いします。